ここまででいいよ。みんなの生活が元通りになって、今度来る時は兄さんも一緒だといいな。その願いを叶えるために今やるべきことをはっきりさせなきゃ。今わかってるのは、兄さんは時空乱気流に巻き込まれて行方不明になってもう長い時間が経っている。その場所がどこかわからないけど、立ち止まってる場合じゃないってことは確かね。自分の手で兄さんを取り戻すために旅に出たい。もちろんそれだけじゃない。旅をしながら世界を知って、私が許しの天使として生まれ変わった本当の意味を見つけたいの。ただベラに向かうタイミングがいつになるかはわからないけど、小さい頃兄さんに連れられてここでよく星を見てたの。いろいろありがとう。あなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。旅はまだ続くわ。これからもよろしくね。